波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、モンハンナウ始めるその前にの2本目の動画になります。まだこれも始めてない方が見てるとすると結構かなりなライトなユーザーってことになると思うので、事前情報って持っておいた方がいいと思います。武器の選び方です。モンハンナウではですね、最初片手剣を渡されるんですね。で、片手剣を持って、で、そう言ってから他の武器が解放されるようになるんですが、実際本家って呼ばれてる家庭用ゲーム機の方ではですね、もっと僕らがモンハンナウで遊んでる武器種類も多い、たくさんのものが出てるんですけど、とにかく最初ね、キュッと絞り込んでるんですよ。その絞り込んだ中から何を遊んだらよろしいですかってお話になります。これはですね、一つ条件があります。一人で遊ぶんですか、それとも複数人数ですかです。複数人数で遊ぶのであれば、後の人たちとバランスよくやった方がいいと思います。空中迎撃できる武器を持ってる人、近距離で効果力が出せる人、状態異常をつけてる人、みたいなのがあると思います。何を言ってんだというと、モンスターがね、空は飛ぶんですよ。空飛ぶとですね、剣持ってると届かんのですよね。えいえいえいって言って空にいますから。えいえい、届くわけがないんですね。そうなると弓とかライトボウガンみたいに空に向かって撃てるもの、真上に向かって撃てるものみたいなの方がずっと効率が良くなるんですよ。なんですけども、それはなんでそんなことになるかというと、タイムアウトがあるからです。すごい短いんですよ。かなりライトなゲームなので、モンスターがられました。はい、バイバイまでですね、めちゃくちゃ短い時間が。その短い時間の中で狩るのに、地中に潜ってる時間、空を飛んでる時間っていうのがですね、自分の武器が当たらない時間はストレスになります。なんで自分が届かなくても仲間が届けてくれるか、届いてくれるか、仲間が届かない武器を持ってるから自分が届く武器にするか、みたいな遊び方になります。同時に始めるんだったら、まずは全員が片手剣になるんですけど、順番バラバラでやると多分もう武器分かれてるんですね。分かれてるし、もしくはモンハンを過去に遊んでて、僕は〇〇が好きだから〇〇やりたいってこうなるんですけど、全員が分の悪い武器っていう組み合わせもあるんですよ。なのでできる限り散らした方がいいと思います。またですね、癖が強いので、それぞれの武器最初持った時はね、がっかりすると思います。こんなにかったり動きすんのみたいななると思うんですけど、そういう意味ではですね、本当に初心者の初心者だったら僕は片手剣が良いと思います。片手剣にはですね、状態異常系の武器が多いんですね。状態異常はですね、かなり強いです。特にグループハントの時めちゃくちゃ生きてきます。麻痺とか眠りとかっていうのはですね、めちゃくちゃすごいです。僕今テスト中なんですけど、ダブル麻痺。4人で狩る時に2人が麻痺剣、ほぼ動かない。その代わり火力は圧倒的に低いので、自分の剣でめちゃくちゃ大きなダメージを与えるのは難しい。その代わり高火力の仲間が2人いてくれて、それがバンバン急所を狙ってやってくれるみたいな。これはですね、結構使い勝手がいいです。僕も麻痺剣、毒剣、眠り剣しか持ってないんですよ。こういうのを育てていくと、ソロでもマルチでも遊びやすいんじゃないかなと思います。ちなみに、これ個人の意見なんで、僕は毒片手剣がいいと思います。理由はですね、プケプケというですね、割と狩りやすいモンスターから作られるからというのが一番の理由になります。特にソロの方にお勧めしている武器、理由はですね、一定以上の火力が出せるから、結果ですよ、毒スリップのところで出せるから、それだと同じ割合でスリップするので、敵が強くなっていけばいくほど、体力大きくなっていけばいくほど、スリップの数値も大きくなるんです。そういう意味ではかなりのダメージが、効果力が出せるということでいいのかなと思ってお勧めさせていただいてます。弓はお勧めしてます。同じくプケプケの弓、これ毒弓なんですけど、一番最後どうですかとか、これ使えないと思います。使えないんですけど、その頃には違うのも使えるようになってます。うちのよくやり込んでる子に聞いたらですね、ガンランスじゃないですかっつって、ガンランス一択ですよと。初心者にはガンランスが多分向いてますと。ウィーンと溜めてパーンと離すだけなので、それだけで相手にダメージ与えれるからいいと思いますよ、飛び道具だしみたいな。ああなるほどね、横ステップはって言ったら、サイドステップが回避距離が伸びるとかっていうやつをね、どんどん自分でつけていってですね、それによってこうシャッシャって横に動くようになるんですよって言ってました。それは確かになるほどではあるけど、一定以上狩らないと防具にそういう機能をつけるところまでいかないと思うので、結構苦労するんじゃないかなと思ってます。
ちなみに僕はかなりの初心者だったんですが、ライトボウガンで踏み切ってそこで攻め込みました。火力的にもちょっとしんどいですけど、まあ固定ダメージ与える弾があったりとかもろもろあって、僕は気に入って使ってます。最初の頃はですね、特にライトボウガンは発射した後の反動が大きかって後ろ下がっていったり、近くで狩らなきゃいけないんですけど、どんどん後ろ下がっていくんで、もう一回前に出る作業が必要だったり、弾を充填する時にものすごい時間がかかったりとか、もっさりしたキャラクターです。それがだいぶですね、鍛えることによっていろんな装備つけることによってさっさと動くようになっていくんで、後半は別に困らないと思いますよ。なんですけど、前半をおすすめするにはちょっと厳しいかなと思ってます。ただこのゲームですね、一生懸命やるとですね、片手剣から入ったやつは片手剣から抜けれなくなります。なので本当は最初にちょっと散らして遊んだ方がいいんですが、散らすとですね、強くなれないという最大の弱点もありますので、強いモンスターを借りたいのであれば一点突破がよろしいかなと。とにかくプケプケの毒弓を10の5まで、もしくはプケプケの毒片手剣を10の5までを目標に頑張ればよろしいかなと思います。当然ね、10の5っていうグレードを簡単にはいかないんですけど、10の1ぐらいまでは持っていけるし、8の5ぐらいまでなら割と簡単に持っていきます。そこから先にかなりハードル高いんですけど、僕はそのまま押し込みました。まあ、僕はライトボウガンの火で作る銃を10の5にして、そこを足がかりにして強くしていったんですけど、皆さんには汎用型の毒の片手剣か毒の弓を使うことをお勧めしてます。ということでですね、今日はモンハンナウ始めるその前に武器の選び方というお話をさせていただきました。皆さんもですね、いろいろご意見あると思います。よかったら俺はこれがいいと思うぞみたいなコメントなどいただけると幸いです。また会いましょう。バイバイ。